はい、どうもこんにちは、今日はですね、分かってしまえばなんてことはないんですけれども、意外と忘れられがちなスコープについてお話をしていきたいと思います。これからですね、 iPhone アプリを作られる方、 iPad アプリを作られる方にとっても非常に重要な概念です。ここでですね、必ずマスターをして使いこなせるようになっていきましょう。はい、スコープですね。スコープ、今日これから、解説していく、スコープにはですね、2種類あります。これ、どんなプログラミングでも大体共通しています。一つはローカルスコープと呼ばれるスコープ、それからグローバルスコープと呼ばれるスコープです。でこれらについてですね、解説した後で、例を、挙げてですね、実際 X コードでそれの実感をしていきたいと思います。はい、まず、ローカルスコープから、説明をしていきます。はい、まずですね、スコープについて、説明をし忘れていました。スコープというのはですね、変数や定数が有効な範囲のことをスコープと言います。今までですね、のプログラミングの中では、for文とか、if 文とか以外のものでは、原則ですね、グローバルスコープ、ここのローカルスコープではない方を扱っていました。で、その場合ですね、基本的に変数や定数がどこかで破棄されるということはなかったんですけれども、これから説明するですね、ローカルスコープですね。このローカルスコープを抜けてしまうと、実は変数や定数が使えない場面が出てきます。はい、で説明ですが、制御構文や関数などの内部で変数や定数が有効な範囲ですね、主にですね、この中括弧の中で作られたものは、この中括弧を出てしまうと、この変数や定数、ここの中で定義したものを使うことができないというのが、原則になっています。一部ですね、このローカルスコープに属さないようなこういった形のものを見受けられるんですけれども、それは、その時ですね、出てきて解説する時にまた、改めて説明をしたいと思います。で具体的にですね、先ほども説明しましたが、主にこの中括弧の中で定義したものは、この中括弧を出てしまうとこれらを使うことができません。で、これからですね、例を挙げていきたいと思います。はい、ローカルスコープの例として for文を挙げました。前回の動画ですね、前回の動画でこちら解説してきましたが、例えばですね、この for文の中で何という定数を定義します。定義をして、このプリント何というふうにコンソールに出力をして、最後ですね、for を抜けてからまたプリント何ということができるかどうかというお話ですね。で、この説明をもう理解されている方は、ここでエラーが出るということはよくわかると思います。はい、でどうしてかというとですね、この let num というのはこの for の中、括弧、中括弧の中に入っています。なのでこの中括弧を抜けると、この num というのは破棄されます。はい、なのでここエラーになります。なぜかというと、もうここで num というのは存在しないからです。理由ですね、定数 num は存在しないので、ここでエラーとなります。そもそもですね、ここ繰り返し処理をしている時点で、ここですね、ここでもし num が破棄されていないとすると、ここに処理が戻ってきた時にまた num を定義するのかと、名前が被ってしまいますね。なので num というのは破棄をされて、ここでまた作り直されるという処理になっています。これよく押さえておきましょう。なので、原則ですね、この中括弧の中で定義したものは中括弧を抜けると使えなくなるということを覚えておいてください。で、ですね、この後にやります配列の後の関数ですね、関数でもこのスコープという概念は非常に重要になってきますので、よく注意をしてください。で、ここの中でですね、例えばこういった中で定義された変数や定数のことを、ローカル定数とかローカル変数、今で言うとこれローカル定数ですね、ローカル定数、ローカル変数と言います。はい、今で言うとローカル定数、これがもしバーだったら、ローカル変数というような呼ばれ方をすることがあります。はい、ここをよく押さえておいてください。
続いてですね、グローバルスコープのお話をしたいと思います。はい、グローバルスコープですね、まあ、どのローカルスコープにも属さない大域的なスコープという説明がよくされます。まあ、つまりですね、どのローカルスコープでもないよというふうに捉えておいていただければいいと思います。 SWIFT の場合、非常にですね、ちょっとこの言語の、グローバルスコープについては言語の特色が色濃く出るんですけれども、今扱っている X コードの、プレイグラウンドの例では1ファイルのみで、やっているんですけれども、実際皆さんがですね、 iPhone のアプリを開発されるようになると、いろいろなですね、ファイルを、作ることになってくると思います。まあ、最初はですね、ビューコントローラー .swift というのをほとんど使っていくことになると思いますが、慣れてくるとですね、あ、ここ機能が多いからちょっと外出しをして別のファイルで別の機能を作っておこうとかという、考え方にだんだんなっていくと思います。その時にですね、このグローバルスコープ、 Swift の場合はグローバルスコープに属すものであれば、どのファイルからでもアクセスすることができるというルールになっています。はい、これですね、他の例えば C++ ですとか、あと Python とかでもそうですけど、考えられない、仕様になっています。普通はですね、他のファイルであれば他のファイルの呼び出しの手続きをちゃんと書かないといけないんですけれども、これはそういうことをする必要なく、Swift ではですね、呼び出すことができます。はい、ですね、現段階では、皆さん1ファイルでしか使ってないので、まあ、このローカルスコープの中でも使えるねという、例でしかないんですが、ここですね、SAM というのを直接ファイルに、バー SAM というふうに書きますと、こいつはグローバルスコープです。先ほどのですね、ローカル定数、ローカル変数に対してグローバル変数という呼ばれ方をします。はい、この今 SAM というのはグローバル変数です。で、4の中で、ここはローカルスコープですが、このようにですね、ローカルスコープの中でグローバルスコープの SUM を読んでも何も問題ないという、仕組みになっています。当然ですね、この4を抜けても、当然ここの中のローカルスコープのものではないので、この後で SUM を使うことができます。これですね、非常になんてことはないんですけれども、とても重要な考え方なので、必ずですね、皆さん実感を持つようにしておいてください。ここからですね、一応その今までやった例を X コード上にですね、焼き直して実感していきたいと思います。はい、それではですね、X コードないし、Windows の方は、オンラインスイフトプレイグラウンドをご用意ください。はい、それではですね、ここからスコープについて先ほどの解説をもとにですね、復習と実践をしていきたいと思います。まずスコープは、変数や定数が有効な範囲のことでした。で、このスコープには2種類あって、まず1つ目ローカルスコープですね、それから、グローバルスコープと2種類ありました。で、制御構文やですね、関数内部で定義した変数や定数はそれらを抜けると破棄されてしまうと、こういったものに、属するものですねが、ローカルスコープと呼ばれます。具体的にはですね、中括弧の中で宣言した変数や定数は、この中括弧の中だけで有効で、これをですね、中括弧を抜けてしまうとこれら破棄されてしまうという動きになります。はい、で、このですね、中括弧の中で、具体的にです、ね、宣言された変数や定数のことをローカル変数、またはですね、ローカル定数と言いました。はい、ここではですね、例としまして、ローカル定数を宣言ですね、して使っていく例を見たいと思います。作る内容はですね、偶数を出力する for 文を書いていきたいと思います。はい、まずですね、1から10まで i に代入しますというものを書きます。で、中にですね、ローカル定数 num というものを定義して、これに 2×i というものを代入してプリント num ということをします。はい、この num ですね、今ローカル定数になっていて、この for 文をですね、抜けるともうこの num というのを使えなくなってしまいます。ここで例えばですね、 num というふうに打ちますと、はい、このようにですね、エラーが出ます。はい、これはですね、ここが今ローカルスコープになっていて、この中で num というのを定義しているので、この中括弧を抜けると num というのは破棄されるので、この外ではないよというふうに、怒られてしまいます。はい、なので消しておきましょう。はい、ここまでで一旦実行してみます。はい、そうしますとこのような出力になって2468から20までと
というふうに、偶数だけ出力するという例を作ることができました。はい、続いてですね、グローバルスコープですね。グローバルスコープはですね、この、どのローカルにも属さない帯域的なスコープというふうに解説をしました。で、Swift でですね、グローバルスコープで定義されたものはファイル外を含めどこからでも参照可能というふうになっています。通常他の言語でですと、こういったですね、他のファイルにあるようなものを呼び出すときはそれ用のですね、手続きをだいたい書くんですけれども、 Swift ではですね、まあ、プロジェクト内部についてですがは、どんなファイルからでも、アクセスできるというような仕様にですね、なっています。なので別のファイルにですね、記載した、変数や定数もですね、グローバルスコープに入っていれば、何もですね、特に手続きを書くことなくアクセスをすることができます。はい、具体的にですね、これ実感するのまだまだずっと先になるんですけれども、 iOS アプリですね、 iPhone や iPad のアプリを開発するようになってくると、非常にですね、よく実感するようになってくると思います。今はですね、こういったものがあるという理解をしておいていただければと思います。はい、で、まあ、ここの内部だけになってしまうんですが、グローバル変数や定数の、例を見ていきたいと思います。はい、具体的にはですね、以前にも取り上げましたが、1から10までの和を計算するプログラムを書いていきたいと思います。はい、でまずですね、グローバル変数となる sum というのを定義して値0を入れておきます。はい、続いてですね、1から10まで足すので、先ほどと同様に1から10までの for 文を書いて sum に sum 自身プラス i というものを書くと、これは1から10まで足し算をするという処理になりました。はい、このようにですね、1から10までの和を計算するためのプログラムでした。はい、でここでですね、 sum というのは今グローバル変数になっているので、当然ローカルスコープの中でも使えますし、この for 文を抜けた後でも sum というのを使うことができます。はい、このようにですね、特に問題なく使えています。はい、これを計算しますと、はい、55とちゃんと1から10まで足した結果が出ていることになります。はい、このですね、例ではですね、他のファイルから、アクセスするということを扱わないんですが、まあ、このようにですね、ローカルスコープに属さないところで、宣言されたものというのはどこでも使えるよということを、意識しておいてください。はい、本日ですね、短いですが、実践は以上となります。良いと思われた方はですね、今後もですね、継続して配信してまいりますので、チャンネル登録をしていただくと、よりですね、スムーズに動画にですね、この解説にアクセスできると思います。はい、ぜひよろしくお願いします。それからですね、高評価もぜひよろしくお願いいたします。はい、それではですね、お疲れ様でした。